オードナンス QF17 ポンド法イスラエル国防軍歴史博物館の展示品オードナンス QF17 ポンド法は第二次世界大戦中にイギリスが開発した対戦車砲であり17ポンド対戦車砲とも呼ばれる17ポンド法は戦車砲としても使用され連合国の対戦車砲としては最も優秀な対戦車能力を有していた 17ポンド砲の弾薬搭載側面から見た、QF17 ポンド砲、マーケットガーデン作戦において確保した内命編死防衛に配備された、QF17 ポンド砲、第二次世界大戦において、イギリス陸軍は2ポンド砲や6ポンド砲ではいずれ、ドイツの戦車に対抗できなくなると考え、1940年末により、高性能な対戦車砲の開発を開始した。 17ポンド砲は1941年末に完成し、翌1942年春には生産ラインが完成し、量産が開始された。砲本体の開発に対して、砲がの開発が追いついていなかったが、北アフリカ戦線にドイツがディーガー i 重戦車を投入したことから、これを撃破可能な17ポンド砲を大至急前線に、 送り込む必要が生まれたため、25ポンド砲の砲賀と、組み合わせた25、17ポンド砲が急遽製造され、1943年2月には、実戦に投入された。後には17ポンド砲専用の砲賀が,が完成し、それと組み合わされた完成型の17ポンド砲は、イタリア戦線やノルマンディ上陸作戦以降の、西部戦線などヨーロッパの部隊に優先配備され、 実戦投入された。ビルマ戦線などの極東戦域で戦う部隊については、ジャングルでは大重量の火砲の移動に苦労することと、17ポンド砲でなければ、撃破不可能な日本軍戦車が存在しないことから、配備されていない。1944年9月には、新型のアプズが開発され、 910メートルの距離で192ミ、mm、リメートルの走行を打ち抜くほどの高い貫通力を誇ったが、相談灯を均等なタイミングで分離させられないために、遠距離での命中率が低かったので、従来型の鉄鋼弾も配備され続けた。また、従来の2ポンド砲や6ポンド砲が鉄鋼弾しか装備していないために、これを装備した戦車が、 不評や対戦車砲などの難目標に対して無力であったことへの反省から、榴弾も当初から製造されていた。この大戦中随一の交換通力を誇るアップズ、弾だが、傾斜走行相手には長弾を起こしやすいという欠点がある。17ポンド砲は、前任の2ポンド砲や6ポンド砲と比べてかさばる。上に重く軟弱地では、車両がないと、とても牽引できなかったため、 不評部隊ではなく砲兵隊の対戦車砲部隊に配備された。また、初速工場のため長大な薬莢に大量の火薬を詰めたので、発砲時に激しい発射火炎が目立つのが難点であった。17ポンド砲は朝鮮戦争でも使用され、対戦車砲としてだけではなく、統治下などを砲撃する直接火力支援にも使用されていた。 アーチャー対戦車自走砲ブラックプリンス不評戦車17ポンド砲は蒸気のように高い貫通力を持っていたのでイギリス軍では戦車砲としても使用する方針であった。しかしイギリス軍の戦車は砲塔リングの直径が狭かったのでそのまま17ポンド砲を搭載することが不可能であり砲塔や車体の新規設計を余儀なくされた。そのために開発された。 チャレンジャー巡航戦車は各部の完成度が低く故障が多かったため評判が悪くアメリカ合衆国からレンドリース供与された M4 シャーマン中戦車の 75mm 手法を17ポンド法に換装したシャーマンファイアフライが主力となった後にはフォートーリング直径を拡大した新型のセンチュリオン戦車が開発されたが本格量産前に終戦となってしまい 朝鮮戦争の頃には、より大口径のオードナンス QF20 ポンド砲を搭載したマーク3が主力となっていた。量産化には至っていないが、チャーチル不評戦車の拡大発展型である、ブラックプリンス不評戦車も17ポンド砲を手法として設計された。17ポンド砲は、戦車以外にも、対戦車自走砲などにも搭載され、 バレンタイン不評戦車の砲塔を撤去して17ポンド砲を搭載したアーチャー対戦車自走砲やアメリカからレンドリース供与された M10 駆逐戦車の手砲を17ポンド砲に換装したアキリーズ駆逐戦車も製造されている。17ポンド砲の派生形の中でも特徴的なのが 77mmHV である。7 7トル h v は17ポンド砲の 砲弾の弾頭と QF3 インチ 20CWT 後射砲の薬莢を組み合わせた砲弾を使用するいわば弱装17ポンド砲とでも言うべき砲である。火薬の量が少なくなったため装甲間鉄力がやや低下しているが弾丸の全長も短くなり反動も穏やかになったので戦車への搭載障壁が小さくなった。なお、7 7トルという名称ではあるが、 実際の弾頭計は 76.2mm であり、口径が同じだが砲弾が異なる。M4 シャーマン抽選車などで使用されていた 76.2mm 砲弾との混乱を防ぐために命名されたものである。77mmHV はコメット巡航戦車の手法として採用されている。ありがとうございます。